はいそれではガイダンスを始めます皆さんこんにちはレック東京オリガルマインド専任講師の松浦と申します、えー、それではこれからということでですね、えー、国家総合職のお全貌を解明というガ,、えー、ガイダンスをお始めようと思いますはいいよいよ、えー、これですねあの2021年 2022年、2023年と、ね、2021年からの国家総合職試験を受験される方々向けにです、ね、新しい商品が売り出されました、はい、であのこのパンフレットを基準にしながら仕事概要、試験概要そして勉強方法そしてレックの特徴とこういうことをお話ししていこうと思います。はい、それでは はい、こちらが、えー、このガイダンスのテーマ、国家総合宿試験の全貌を解明します。はい、で、まずですね、仕事説明からいきます。<laughs> はい、えー、国家総合宿試験はどんな仕事か。まあ、あの、いわゆるキャリア行政官と言われ。えー、まあ、我が国、あるいはアジア。世界のね、十年後、二十年後、五十年後を。 こんな社会にしたいという未来に対する明確なビジョンを持って法律の作成とか国の企画政策の企画立案をするこういうスケールの大きい仕事です。それにとどまらず国家総合職,業あの職業になると外務省の場合には100%留学しますし それ以外の官長でも全体の約70%が入省後3年から5年のところで留学します。これまあの外国の大学の大学院に行くわけですよね。あの例えば有名なのはあのフランスのグランゼコールとか、あ全世界のトップエリートの行政官たちが集まって、まあの強官がですねフランスの各種の知事だったりするんですよ。 で、そのあの学校の授業の中で実習演習として、その実際にそのフランスの各州の条例を作らせてもらったりとかね。そういうあの留学があるんですね。あるいはまああのアメリカとかのロースクールに行って、外国の弁護士資格を取ったりとか、あの留学ができます。で、もう留学先の企業に勤める人もいますし、あるいはそこの留学先の大学の教員になったり。 それからの国連の職員になるためには、まあ、試験があるんですけど、まあ、我々一般国民にとっては若干敷金の高い試験、まあ、のキャリア行政官になれば日本国政府の推薦とか、ね、してもらえるのでこれになったりだいぶ先日亡くなりましたあの、ね、あの国連難民,難民高等弁,弁務官の岡田貞子さんとかああいう職員になったりとかね。 あるいは、まあ、あの地盤も看板もカバンもない一階の一般職あの国民が国会議員に立候補するためにはまず、えー、最初のステップとして、えー、キャリア行政官やそういうふうにその後のステップアップの基礎となるという意味で、まあ、あなたの人生を変える、まあ、キャリアパスと言いますけどこれがあ国家総合司の仕事です。まあ、普通の公ととちょっと違うわけですね えまあ例えばですねここ45年でスマホが普及しましたがこんな短期間にスマホという情報リテラシーが普及するっていうのはこれ不思議なことですねこの自由競争社会で。これは仕掛け人ががいるんですそれがキャリア行政官例えばあのそのスマホがこの世の中に出る10年ぐらい前にねあの総務省のえっ、ー、と テレコム、情報通信だったりとか経済産業省だったりとか内閣府だったりとか、まあ、そういうところが民間企業に声をかけて NEC とか富士通とか、ね、そういうところを一堂に会して、まあ、皆さんこれから10年後にスマートフォンという情報リテラシーを世の中に送り出します。基本的な企画はこう、ね、あとは各社のこう、ね、技術力で競争して我が国の経済社会を活性化していってください。 我々一般国民がそれを実際に目にするのはそれから10年後こういうあのキャリア行政官の仕事というのは一般人には知り得ないような巨大な国家鬼滅のブラックボックスの中ですることができる仕事これスケールの大きい仕事ですでえまあここでですねあの皆さんがこれから大学を卒業して社会に出るときに選ぶ試験えこれを選ぶときにねこれを キャリアアンカーっていうんですけども自分が社会に出て、えー、つく仕事のこだわりって観点からするとこういった樹形図で表すことができます。これはあの皆さんが民間の就職を目指される場合でも役に立つ図ですのでしっかり頭に入れておいてください。じゃまず、はい、民間と公務員の違い。まあ、民間にもあの公務員にはないようなやりがいがあります、まあ。例えば今日ね 皆さんに国家総合宿外交官のコースというのを民間企業の従業員である我々が企画して今このビデオで宣伝しているわけです。こういうふうにいろんな製品を企画して宣伝してで売り上げが上がって結果が出せればそれだけ地位も上がって給料も上がってくるとこういうふうに目で見て手で触れる価値を想像できるのが民間企業の魅力。民間企業にも魅力はあります他方を 公務員の魅力って何なんだろう、まあ、民間の場合ももちろんその自分の,あの会社の製品を買ってくださったお客さんに対するサービス貢献をするということで、まあ、やりがいはあります。まあ、ただ限界もあるんですねつまり自分の商品を買ってくれた顧客に対するサービスだけになるわけ ところがあの皆さんが提供するサービスもしかしたらそれ以外にも欲している人がいるかもしれない公務員っていうのはそういう自分のサービスを欲している方々全てにそのサービスを提供できるというのがまず魅力ですよねでもう一つはです、ね、あの継続性です民間のサービスというのは四半期っていって3か月ごとの単位で売上予測を出して企画をして経営者の決済をもらってゴーサインが出て商品化するわけですけれども。 まあ基本的に3ヶ月経ったところで思うような結果が出なかったら撤退せざるを得ないわけです撤退しないとあの企業は潰れちゃいますから、まあ、これ企業維持の原則と言いますけれどもでもね、まあ、実はあの民間でも公務員でも共通に携わっているサービス業これは教育でも文化でも環境でもあの福祉でも全てそうですけれども途中でやめていいサービスっていうのは実はないんですよね。その最後までで続けるるこことができるこれを 行政の継続性と一ったりしますけど結果が出せるまで粘り強く取り組むことができるこれが公務員の魅力と言えましょうでその中でですね国家公務員と地方公務員の違いなんですが国家公務員は多かれ少なかれやることが専門特化しているこの仕事をやりたいという場合それができるわけですでそれに対して地方公務員というのはあのまあ その自治体が担当しているいわゆるゴミ処理からロケット発射までっていいますけどいろいろな仕事をやらなきゃいけないだからあの皆さんの中でこの仕事をやりたいそれに貢献したい極めたいって人はやっぱり国家公務員向いてるわけですね。でこの国家公務員の中でますでまず一般職というのはあまあ法律上自分がその官庁の職務として与えられたものについて自分の強みを発揮して結果を出していく仕事。 この仕事も尊い仕事です。まあ、霞ヶ関ではこれスタッフって呼ばれてますけど。で、総合職というのは先ほど言ったように、えー、まあの普通の公務員とちょっと違って、我が国に対する明確なビジョンを持っている理想像で、それと現状まあ、白書に現れているようなものが現状ですけど、これギャップがあるわけですよね。これを問題意識と言います。この世の中でこれが足りないという問題意識を持って、それを埋めるための。このロードマップを自分で考えてね。 でそのロードマップを実現するための諸施策これを法案の提出といいう形で、えー、実現していく、まあ、要はこれを一つ一つやるのはスタッフの皆さんなんでその能力を最大限に発揮させてでより大きい仕事をしていくこれがあの、えー、キャリア行政官総合職の、ね、仕事ということになります。であの試験の概要なんですが まあ、例えばです、ね、今このビデオを収録している一番直近の2019年では4月28日、まあ、毎年ここ数年は4月の最終日曜日に実施されます。ここで一次試試験験の筆記試験が実施されましたで。キャリア行政官になるためにはこの人人試験に加えてねあの人人試験に筆記と面接があってそれを突破すると3年間勘定訪問をする資格が取れます。 でその官庁訪問ですね。この官庁と訪問の突破が必要になってきます。で、官庁訪問はあの二千十九年度の場合には六月の末から七月の頭にかけて約約二週間から三週間にわたって実施されます。だいたい一つの官庁、例えば文部科学省だったらその文部科学省ね、あの五日程ぐらいあの五回ぐらい訪問するんですよ。 その一日あの,の中で、えー、人事課減課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 っていくつも細かい面接をしてその中でなぜその館長なのかなぜキャリアなのかってことを最終的に固めていくこれが官庁法ねであのまず人賃試験にはどんな科目があるのかというと、まあ、大きくですねあの1次の筆記と2次の面接があります。で 一次の筆記の中には試試験と専門あの記述試験とがありまますたの総合職の場合はねこの、えっと、専門記述試験と政策論文とこの文書各試験これがこの面接と同じようにこう2次に配分されているのが特徴。だから総合職の場合は1次は択一式試験。 これはあの大学入試のセンター試験と同じで5つの選択肢の中から1つ正しい正解の番号1から5までのうち正しい番号を選んで回答用紙のマークシートに正しいところに HB の鉛筆でチェックをしてコンピューターで読み取る方式マークシート方式センター試験と同じような試験ですね。これがが教養、基礎能力試試験験と専門試験があります。 で基礎能力試験の中には、まあ、これはほぼですね大学入試のセンター試験とほぼ同じ科目でこれに知能と知識があってで知能の方は、えー、現代文と英文の読解文章理解とこれなんですよねこれ赤くなってるやつこれがまあ,あの教養試験基礎能力試験の中では一番大事なんですけれども数的処理っていいますこれがこれだけ大学受験にはない科目になります。そうでですね、皆さんの中でもし、 中学受験をしたあされ方がいらっしゃったらそれいう問題出るんですよ算数数学を使ったクイズみたいな問題、まあ、どっちかっていうと数数学よりは算数に近いです。これが一番重要科目だから赤,で赤字で書いてあるだから知識はあの社会科学人文科学自然科学、まあ、社会科学は政治経済人文科学は日本史世界史地理文学芸術思想 で自然科学は物理化学生物地学数学とまあ詳しくは後でご紹介しますでそれで専門科目の方が法律経済政治行政こうなるわけですねあの皆さんが文化系の大学に行った場合にはその3年4年の専門課程でやる勉強ですでこれがねあのいわゆる普通の公務員試験地方上級試験とか国家公務員一般職って言うんですけどそのそれを受ける場合は法律も 経済も政治行政も全部やんなきゃダメなんですけど国家総合職試験を受ける場合には自分は法律で受けるあるいは経済で受けるあるいは政治国際で受けるところ選ぶことができます。全部やらなくていいのが特徴です。ね、でこれで一時の択一試験に合格したら人事主催の2次試験でこれらの科目のご専門科目の技術試験とそれから あの政策論文って公共政策ですよねあの海洋汚染だったりとかあ女性の社会進出だったりとか少子,少子化問題だったりとか高齢化問題だったりとかあの労働力不足だったりとかでそういう課題について資料をドバッと与えられて、えー、何千字かの論文を書かされるきたこうなります。ね、でこれから終わると人事院試験面接。の面接を突破すると晴れて人事院の試験に受かり3年間 官庁訪問ができるようになります、はい、で、まあ、この中でまず教養科目の中では先ほど申し上げた数的処理が何と言っても大事ですあの数的処理ってね要は有名中学の入試で出題されるような算数を使ったクイズみたいな問題あの中身大きく判断数理数的推理図形資料解釈これ4分野に分かれます で判断するのところは、まあ、例えば ABCD の4人がいて ABCD の4人があの4種類のおにぎりタ、えーた,えー、た,たらこ、コ、鮭、昆布、梅とかね、えー、でこう命題って条件が与えられていてじゃあ実際に ABCD それぞれ梅あのおにぎり種どういう種類のおにぎりを何個買ったのかこう対応表でやってくる対応関係とか位置関係とか順序関係とか。 何とか関係っていうのはメインになるのが判断推理。でそれに対して数的推理っていうのはあのまあぶっちゃけ算数数学ですよね。まあ例えばえっ、ー、と単価六百円のボールペンが何本か、えー、単価千円のノートが何冊かで合計するといくらになるってなっててる場合にじゃあそれぞれ何冊買ったんだろうかっていうのを分数の正確とかあごめんなさい倍数の正確とかを使って絞り込んでいく。あるいは あの速さの問題とか濃度の問題とか日の問題だったりとか試合だったりとかそういうのをやるのが数的あの推理になります。ちょっとこれ見とかラブです。でっかい括りの数的処理の中に判断推理のほか数的推理が入ってるね。で判断推理は割と文系の方が得意で逆に理系の方が苦手なのに対して数的推理の方は理系の方は普通にできちゃったりするんですよね。えー、逆に文系の人はこういうの苦手だったりします。 であとはまあ図形、えーまあ、あの三角形四角形多角形の,あの面積や体積やというのを計算させる問題あの三平方の定義とかあの平方完成とかそういうのをちょっと使います。で資料解釈資料解釈はまあ,あの経済状況とか自然環境とかそういろんな問題についてのグラフや表がこう3つぐらいあってでそれをもとに正しいのはどれかって選ばされる問題です。 ね、で図形は、ね、苦手な人はなかなか伸びないんですけど資料解釈はあ練習すすればああの伸びる科目で,すでよく自分は資料解釈が苦,苦手でって人がいるんですけどでも、ね、あの公務員になったらそれが国家総合職だろうが一般職だろうが地方公務員だろうがやる仕事はこういう仕事なんで、まあ、そう思ったら、ね、やらざるを得ないと思います。 でまあ、あの算数数学が苦手な人が一番ここ悩むところなんですけれどもこれ大丈夫あの実はあの数的処理っていうのはテーマがちゃんと決まっていてさっき言ったほら対応関係位置関係順序関係試合暗号、ねえー、それからあ比、えー、割合速さ濃度、ねえーえー、と場合の数確率とか。 あその各テーマごとに解法がありましてそれを学べば意外と簡単に問題を解けたりするここがね一番独学と予備校を利用をした場合の違いが出てきます次次これも独学でやると苦労するところですよね独学だったら新聞を読むしかありませんあのレックってね実はねある公的機関の昇進試験の問題とか作ってたりするんですよ でそこで実はあの公務員の世界で時事って言ったらこうだってルールがあってそれよく知ってるんですよね一つ例を挙げると例えばあのどの新聞取ってるかであの不公平があっちゃいけないので四大新聞のどれにでも載ってる記事じゃなきゃいけないとかあるんですよ。で、まあ、それでも皆さんが四大新聞取ってやるの大変でしょだからあの時事白書ダイジェストって講義がありまして。 ととりあえずこれやっとけば大丈夫、まあ、ただね国家総合職受ける人はあの日経新聞とかはとりあえず読んだ方がいいとは思いますけれども、まあ、とにかく新聞ただ読む場合と違って効率のいい学習ができます <laughs> それからあの時事っていうのは日々刻々と更新されていくのであのさっきの時事白書ダイジェストもあのできた瞬間から古くなっていきます伝承法的に。でそこで,です、ね、あのレックが 365日年間を通じて毎週金曜日に更新している時事ナビゲーションというレックの,の会員の方限定で利用できる、ね、インターネットサイトですこれ時事専用のインターネットサイトで今週のトピックとなるあのニュースはこれですでこれはあの基礎能力試験ではこう出ますとかあるいは卓一試験ではこういうふうに出ますっていうふうに、えー ご提供しますので、えー、いつでもどこでも気軽に楽しく時事の勉強ができるこれスマホでも利用できるのがいいところですよねで、教養科目他にどんなのがあるかっていうと先ほど申し上げた社会科学人文科学自然科学ね、この3分野ですまず社会科学は政治経済人文科学は日本史世界史地理文学経済思想 それから自然科学は数学、物理、化学、生物、地学、こうなるんですけど、これ見ると特に大学受験経験のない方とかうわって感じなんですよね。だけど大丈夫、あの勉強は大学受験に比べればだいぶ負担が少ないです。ね、あの大学受験と同じ範囲から出るわけではありません。例えば日本史だったら爆戦後史が出やすいとか、だからあんまり 奈良以前とかかそんんななに出なかったりするんでするでよだって奈良, <coughs> 奈良幕府ってないでしょ幕府は室町からだから、ね、だからあのむしろその室町幕府と鎌倉幕府の比較とかね室町幕府は鎌倉幕府に比べると、えー、財政基盤が脆弱だったから軍事力は弱かったとかでそういうのが出たりとかねあとは江戸時代の三大革命とか明治政府や日本,日本国政府で各 えー、総理大臣の内閣がそれぞれ何やったとか、例えばあの小泉首相だったらあ郵政三事業分割民営化法案だったりとか、あとえっ、ー、と京都議定書とか、あるいはコップ三コップ三とか、でそういうのが出てきますよね。それからあの世界史もそうです。あの大学主義に比べるとだいぶアジア社がよく出るんですよね。これなぜかというとあの日本と一番距離的に近く でこれから関係があ複,雑複雑な関係が出てくるのが、まあ、中国韓国インドこうなってくるわけです。日本はあの戦後お飛躍的な経済成長を遂げて一時はアメリカを追い抜くぐらいになったんですけどもう今やね中国やインドに追い抜かれる勢いになってきているので、まあ、やはりアジアの中で中国インドっていうのは特にね、えー、重要な国ですしまあとあのこれからねあの戦略としてもあの日本が あのアメリカに着くのか中国に着かなきゃいけないのかっていうのが中国の北朝鮮に対する影響力との関係からいろいろ問題になってくるんでまあ、そういうとこかやっぱり出てきたりしますよね。うん、はい、えー、それからあのちが地学なんかですとやはりあの近く近く変動これ地震火山活動ですそれから地質地質あの石油とかそれから太陽太陽系の惑星太陽のこういうフレアの フレアが活発になると地上で磁気嵐が起こってそれであの通信障害が起こったりするんですよで。そういうことがニュースで報道されたりするとあのあの出たりしますこういうふうに我々がこういう日常生活を営んでいく上で必要な知識しか出てこないのが公務員試験の教養科目の特徴生物なんかでも環境とか環境ホルモンとかあるいは人間の臓器血液あの生殖体 DNA あと植物細胞とこういういのがよく出るつまり環境の影響をまず直で受けるのが植物そしてそれを摂取した動物や人間が病気にかかったりするかそういうのが出たりする。公務員ならではの特徴ってあるのでコツをつかめば最初の勉強量で最大の結果を出すことが可能になってきます。特、ね、特にいいろんな公務員試験の中で国家総合職はこういう特徴が 最も出やすい試験なんだ,だから一番やっぱり予備校が威力を発揮する試験だって考えてもいいでしょう。はい、でじゃあレックの宣伝ちょっとさせていただきます。レックの教養科目対策はまあ教養科目では何と言っても数的処理が一番大切なんでレックでは総合職のレベルに合わせた必須集的処理前年十二回一回二時間半講義です。 この講義をご提供しています。で、え、その他の教養科目対策は、あ、卓一試験対策では何と言っても過去問です。あの、あの、独学でやってる人は過去問をやるんだけれども、でもさすがにね、過去20年分の過去問というのは持ってないと思うんですよね。レックではその教養科目について過去20年分の過去問、もちろん重複してる問題は全部カットしてますけれども、それを教材化した教養スペシャルをご提供して、で、これで講義をやっていきます。こういうと動が出ます。 あの総合職の問が全部出てるただうーん総合職の過問やってちょっと難しいなっていう場合には皆さんのレベルに合わせてもうちょっと基礎的なこあの勉強もできたりするこれはあの地,方地方上級国家一般職との共通講義になりますけど講義の中でも先生が総合職ではここを注意してくださいってちゃんと言ってくれます。でこれれがママススタターーと教養セレクト教養マスターはあれですねあの 数的処理とか社会科学と共用していく人は社会科学あっごめんなさい人文科学自然科学ねあの2時間半講義全46回これ全部聞かなきゃいけないわけじゃないんですけど例えば自分は受験経験が全くないからあの教養の基礎から勉強したいっていう人はリック以外ないでしょうこんなにあの教養科目の講義やってる予備校他にないですから。 で教養科目のほかに何があるかといったら専門科目で,科目です。で、えーまあ、あの総合職の行政系の試験者ではこの法律区分それから経済区分それから政治国際区分、ねえー、これがあります。であの要するにこれらは基礎能力試験教養試験は共通問題なんですよ。 専門科目で試験区分が分かれというのは、ね、職務分担じゃなくてどの区分で受けても中に入ってやる仕事は一緒ですただどの,あの得意な科目で受けてくださいという意味で法律区分試験では憲法民法行政法、えー、国際法刑法労働法、えー、商法などの法律科目がメインとなりますで経済区分ではあの経済言論財政学、えー、経営学 統計学等の経済系科目がメインとなる。とにかくね、こういった専門科目が上位合格の原動力となります。別にあのもちろんその法律区分や経済区分で1位になったら、それや各官庁欲しがるところある欲しがる官庁もいるあるかもしれませんけどね。 まあ基本的にはそれ以外だったら人事試験の成績はあまり関係ないんですけどただ自分の意気込みがだいぶ違ってきますよね上位合格すれば。レックの専門科目対策はこうですまず法律区分でしたら法律科目全部の講義を提供しますここまでやんないと上位合格ってできないんですよ。で えまあ講座としては法律科目全部の学習に必要な持続化能性講座2時間半講義全101回です、まあ、もちろんこれ全部受けなきゃいけないわけじゃないですから用意をしてるってことここまででないと上位合格ったらできないんですもちろん経済区分コースでは経済科目全部の講義を全部実施してるのがレッグの特徴です。ここままででやらないと上位合格がきません であのコースの中身としてその経済科目え全部の学習に必要十分なパーフェクト実践講座全95回ここまでやらなければ上位合格っていいのはできない、はいまあ、あの法律にしろ経済にしろ、まあ、要は本読む講義聞くだけじゃなくてやっぱり過去問の分析と演習問題しっかりやることは大事ですよね。 でそこでレックでは公務員試験の我々プロがね、えー、本試験の過去問やこれだけじゃなこんなんだったら素人でもできるから官庁で、えー、ない今どんな動きがあるのか、えー、これを分析して作り上げたテキスト、ね、これは社会情勢なんかも出題に関わってきますから、えー、ハイレベルテキストというインプット講義のテキストとハイレベル演習これは過去問集ですあの,過去の総合試験の問題全部載ってるやつですよ。 まあこれだけやっても実力つくぐらいなもちろん重複している問題はカットしてますけどであの問題はねもちろんレック通学講義あるんですけどあの皆さんなかなか勉強とかねアルバイトとかサークル活動忙しい人いると思うんでレックのコンセプトっていうのはどんな状況に置かれてる人でも学生でも社会人でもねどんなに時間の取れない人でも通学講義と同じクオリティもしくはそれを上回るクオリティを提供する。 これがレックのコンセプトですだからそのためにはこのある他の予備校みたいにあの通学講義を教室のカメラで,で撮って収録っていうのはこれじゃあ今どこの予備校でも通信講義倍速受講を可能にしてますけどほとんど聞こえなくなっちゃいますよ。これですこれ。これが、まあ、レックも昔はこういう通信講義だったの教の。これ私ですけどね。 で流、えー、流すすアップして流すこれじゃあ倍速再生したら分かんないしそもそもこういうんじゃなくてレックの通信講義は通学講義と全く同じしあの進捗ですけれども事前にスタジオ収録をしているため倍速で再生しても0.5倍から1倍1.5倍2倍まで可変速度を変えることができます。 でスマホで聞くことも可能で倍速で聞いてもスマホで聞いても全くストレスを感じさせませんしかもですよあのまあえっと東進ハイスクールの通信講義に非常によく似てるんですけど新収録方式という特殊効果を使用しているため、ね、教室講義以上の教室講義以上の効果を発揮することができる以上ですからね こういうい講義ですこれちょうどあの必通数的処理岡野講師がやってるところですけどどうでしょうか普通のさっきの生講義と違いますよね実はねこれプレゼンターっていうんですけどここにも今あるんですけどここにねこれあるんですけど、まあ、隠しますけどねはいで実はあの講師の手元にこの教材があってそれを合成画像で、えー、写してるほらどうでしょう今この画面も実はこの後ろにはグリーンのカー これグリーンのカーテンなんですよ。でグリーンスクリーンって言うんだけど、でそれに合成画像では、こら、これだったらスマートフォンで見てもよくわかりますよね。ちなみにちょっとよく見てくださいね。このところでえっ、ー、と0.5倍、1倍、1.5倍、2倍まで速度を変更できる。 でそれから今全国平均で自分はこの科目の講義は何回分遅れてるのかっていうことをインジケーターで表示されますしそれからもう一つこれちょっと見てください1回2時間半講義あの30分1ユニットユニット1ユニット2あちなみにこれ第1回だからユニット6までありますけど第1回以外はユニット5までです。ね、あの30分1ユニットでで区切っているので あの時間のののない時は1ユニットのみの受講も可能しかもこれを倍速再生すれば15分の受講ででも勉強は進めるることができるそれであの例えばユニット1を聞いて電源を通したら次に立ち上げた時にはシステムがその続きをちゃんとやってくれるしでもちろんその今まで聞いたところでもなあの繰り返しあの受講したい場合には何百回でも何千回でも時効期限内だったら無制限に聞くことができる。ね これが通学講義を超える通信講義です。これじゃないと上位合格は勝ち取れません。はいですから、ね、今言ったこと1回2時間半の講義これを5等分して30分ワイニットの講義ですから時間がなければ1回30分倍速で再生すれば15分の時間で勉強ができちゃうということです。で かつですね、いや一回ちょっと試してみたいなっていう場合にはレックではお申し込みいただく前に専門科目の主要科目である憲法と経済言論について実際にお申し込みいただいた方が受けていただく講義と全く同じ講義ですそれをそれぞれ3回分無料証できるお試しウェブ受講制度っていうのがありま是非ねあのお申し込みになる前に実際レックの講義を体験してみてください。 あのレックの方にお電話いただければ全国どこにお住まいの方でもねお電話一つでお試しウェブ受講を申し込むとか可能なんです。ね、お試しウェブ受講制度というふうに、えー、レックの講義ってどんな講義なんだろうついていけるかな、えー、難しくないかなこういう不安がある人は私の実力管制講座の憲法の全13回のうちの 最初の3回で伊藤先生の経済言動の最初の3回これをね実際の講義を無料体験できますんであのまず法律区分と経済区分どっちにするか迷われてる方も是非この講義を一回聞いてみてもらってそっからお申し込みいいただければと思いますちょっと髪の毛の分量が違いますけどね。はい であの最近ちょっと筆記試験は俺いけるんだけど面接がちょっと不安だなって人が結構多いんで面接対策はどうすればいいのかというと一般的にはねこうですあの大体総合職の人事院面接のカードって決まってるんで書式が毎年一緒ですだからこれを記入することから始めてでまずは書いていただいてわれわれがもう実際に添削しますんで、えー、でその、えー、まあ志望動機とか自己 PR とかあと実際やりたい仕事とか 学生時代打ち込んだこととかあと最近の関心事項とか自分の短所とかその国語方法とかでそういうのをまず書いてねそれ赤ペン添削をして出来上がったら模擬面接をして本番のシミュレーションをするこうなります。でまずは面接カードの記入のところなんですけど見てくださいこれこれ、まあ、これあのたまたまあこの年ですねえこの年っつってもと2019年ですけれども。 あのいわゆるマーチって言われてる中堅校ですでその子この子ですよね実際に私がこの面接カードを添削しているところこんな真っ赤っ点に添削くんですよ、ね、マーチで中堅校ですあの法律区分3位で受かってます東大一橋京大を差し置いて3位ですよ女の子で,でこの子は文学部文学部であのしかもですねあの本はレックの教材しか使ってないんです法律は。 それで3位,3位でですすこれがあるからです、ねでえーまあ、特にですねこの面接カードを作った後の模擬面接が大切なんですけれどもレックでは公務員コースの皆さんにいつか元、まあ、総合職の,あの人事院の面接だったりとか官庁訪問とかを担当していたあ先生方がね、まあ、もちろん定年退職した方々ですけどこれは一次試験の合否を問わず受講できるんです。 リアル面接シシミュレーーョン、こういういサービスを提供してきます通常はあの予備校通常の予備校なんかだと一次試験の合格通知を持ってきた人にしか模擬面接しなかったりするんですけどレックの場合にはそういうの問わない受験する年の前年のもう9月からほぼ1年間にわたって模擬面接を受講することができる、まあ、これあのごく一部ですからねもっといるんですよ。 あのこの画面に入ってなかったらこれ見てください関東と関西が横っちょにあの偏ってるでしょ実はこっちにもこっちにも写真がまだずらーっとつながっていて写真載ってる人以外にもお総合職のお模擬面接をやってくれる方々がいるんですよ。まあ、それぞれバリエーションを飛んでいて財務省会計検査院とかあるいはあの法務省だったりとかね、えーまあ、いろいろ揃ってます。ね、文科省 国土交通省内閣府と。ね、揃ってます。で、関西の方にもちゃんといますんで。ごく一部です。はい。で、それで、これがリアル面接シミュレーション、えー。まあ、あの、早期から。あの、受験前年の9月から模擬面接が受けられる。で、面接官は元公務員で人事担当者が採用します。で、しかも総合職の担当者。で、えー、動画。 皆さんの面接を受けていらっしゃる様子を iPad で撮影して動画で、えー、一緒に見ながら客観的にこう評価を受けることができるそれからあお近くに、えー、レックがない方はね PC やスマートフォンでこれが受講可能ウェブ要するに、えーとね、スカイプみたいなテレビ会議システムでレックの本校がない方でもウェブ上で、ね、あの模擬面接を受けることができる。 で日本全国どこからも模擬面接を受けることができます、ね。であの予約はウェブで簡単予約と1回1時間弱回数無制限1回1時間弱回数無制限で受けられるこういうサービスはレックだけです、はいえー。ウェブ版ですよね。ががないい香港にお住まいの方 ウェブでススカイプのようなテテレビ会議システムでで模擬面接を受けることができるでもしあの近くに総合職用の予備校がないっていんで悩まれている方はひねレックを選んでください。あそこはちなみにですね模擬面接だけじゃなくて我々との担任相談っていうのもあるんですけどもこれもインターネット上で予約するんですけどねこれも電話も相談可能なんで。例えば えとレックの本校のないところってどこなんだろう、えー、とレックの日本の中では佐渡ヶ島とかね佐佐渡渡島にははレック佐渡本校ってのはありませんでそういう方でも、えー、リア模擬面接も受けられるし受講相談も受けられるし質問もできるってことなんです。 でまたあの過去どこの官調でどのような質問がされどう回答してした受験生が合格したか不合格だったかをネット上のデータベース化した面接再現データベースこれもコースの方全員にご利用いただけます実際に今はこんな感じになるんですよねこの後にざーっとこう質問と答えがこう並んでるわけですねじゅあ皆さんが希望する官調あと人人面接も全部入ってますから。 で官庁訪問対策なんですけれどもやはりキャリア行政官になるためには何と言っても官庁訪問対策が大事ですレックではここにやっぱりあの力を入れていて官庁訪問対策講座全3回の講義を実施いたします内訳は第一回導入編ではその官庁訪問の前1年間で合格者各官庁全部揃ってますね。文科省財務省経済産業省国土交通省 えー、警察署全部揃ってます、ね、でどういう説明会に出てどんな点に注意したのかって年間記録これは第1回にあるで割,割と早めにご提供します、えー、とこれはね大体6月か7月頃に提供しますこれそうじゃないと説明会に間に合わないからであとはこれはあの受験前年の冬あたりにご提供しますけど官庁訪問が開始された後の記録です。 で実際に使った訪問カードが収録された実践的内容になっててで、えー、第1クールから第5クールまで各日程で、えー、どういう要するにねあの日記みたいなやつが詳細に書かれてるんですよこういうことを聞かれてこう答えたまで全部書いたんでそれを見れば官庁訪問を疑似体験できるってことです官庁訪問疑似体験できる教材ってのは我が国でこれ官庁訪問対策講座のテキストだけですでもちろん こののの対対策策講座の中で人事面接対策もちちゃんと行いますでちょっとスケ学習スケジュールなんですがあの大学 3, 3年生が1年間かけて4年次に向けた本試験をやっていく場合にはまずね通常は通信で勉強する場合には数的処理から勉強していきます。でついで経済区分だったら経済法律区分だったら憲法民法行政法とやっていって。 で、えー、まあ年末年始になったらこれを復習しながらあ、まあ、先ほどのあの選択試験と教養試験ですよねこれをやりつつ面接や記述っていうことはですねあの年内は45時間だった勉強時間が年明けで一気に10時間に増えるわけですよ。で総合職のの方々はあの やっぱり民間と閉館される方が多いんで,でそうすると通常のこういう勉強方法でいくと民間のこういう説明会と4月からの面接がこうかなりバッティングしちゃうんですよねだからあの民間との併願をかなり強くお考えの方はこれをできるだけ前倒しにして勉強した方がいいに越したことはありません。ね、でもしですねあの皆さんの中こう 今聞いていただいている方の中に1年生2年生がいたら2年生でやる実実のはこはここにあるわけです。このまず数的処理や経済法律という誰もが手を焼くやつをまず前倒しにしてあと面接対策とかあと規律対策とかこれを前倒しにしてでそうすると、えー、3年生の時に就職試験とうまく両立できるようになる。ね、でこれが2年コース。 それから、えー、と経済区分と法律区分では2年コースがあって法律区分ではさらに3年コースとあります2年生がやるべきことはレックでは2年から勉強したい方向けに2年ベーシックコースをご用意これは、まあ、あの2年生の時に一度この数的処理や法律区分の場合には法律経済区分の場合には経済言論など 1>, 1年間の学習ではちょっと攻略に苦労する科目の準備を2年生でやることによって合格をよりり確実ににすることが可能になりますで12年でやるべきことは特に法律区分のコースで2年生の方にご受講いただくのはねあの入門講座これがあの1時間半講義全89回これあの法律科目をね現役弁護士のかなり優秀な先生が直接指導をします。 でしかもこれはね大学1年生から受講することもできるこれは3年アドバンスコースで次やつになります。の、ね、の場場合合ににはは年年生生かからら区分受講することは可能で当然1年生からやれば合格率は高まりますしこれあの1年生の時と2年生の時に受ける入門講座は実はあの司法試験の予備試験とかロースクールのコースと共通になっておりますので、まあ、場合によってはね 俺勉強してみたら結構法律の,あの,あのなんていうのかな、えーとえー、と才能があるみたいと思ったらそっちに転すすることもあり得ますよね、はい、それからもう一つなんですけどねあのこれ皆さんにぜひ知っておいてほしいです教養区分試験というのがありましてこれあの春の法律区分経済区分などとは別に3年生の秋から受験できる総合職試験。であの卓越試験が 基礎能力試験だけなんですよでレックでは法律区分経済区分それぞれのコースの中に、えー、教養区分講座全12回をご用意これで、えー、総合職受験のチャンスが3年の秋4年の春4年の秋と最大3回までチャンスが広がるってことなんです内訳はこうです。ね、全12資産12 12回 教養区分の一時対策と二次対策、これまでついてますね。はい。あちなみにね、これなんですけど、あの実は春の試験よりも内定率が高いです。例えばこの教養区分試験に受かった人は女性は内定率が80%です。だそれぐらい官庁が欲しがる人材がこれを受けてるってことなんでしょうね。でこっからの採用が増えています。 当初はこの教育分試験というのはあの人事院に対して経済産業省と外務省が提案した試験で厚生労働省とか見向きもしなかったんですけど最近は厚生労働省からも結構採用されてますねこれからは総合試験こういう試験になっているかもしれません。はい、レックのの一番の売りはあの、まあ、総合職職試試験験結局就職試験なんですよねだから勉強以外にも トトーータルサポートが必要になってくる例えば皆さんが大学にいて大学の就職率を伸ばすために貢献しているのが新路指導生産とかでしょ、ね、ああいう新路指導センターみたいなものはこういう総合職のレック以外の予備校にはないと思うんですよでそれがあるのがレックっていう予備校ですトータルサポートが可能になっているで例えば各校舎に総合職サポート可能な複数の担任講師がいるなど個別フォローが厚いだから トトーータルサポートが可能になる。あの例えばねレックのコースは最初にコースをお申し込みいただいたらその受講料の中にテキスト問題,問題集講義模擬面接答案練習担任相談の合格必要なものは、まあ、模擬試験以外はですけどね模擬試験だけ別途申し込みになりますけど全て込み込みになっているのでだから追加料金が基本的にいらない。 皆さんが内定を手にするその瞬間までで我々がサポートすするというこまた REC では全国どの本校でお持ち込みいただいた場合でも他の本校でも単位をフォロー自主室利用が可能な自由乗り入れ制度というのを採用しておりますのでえ受講生の皆さんのご都合に合わせて講義やサービスを受けていただくことが可能となっています。 はい、でまたさらに受験生お一人お一人間っていうのを象徴しているのがそのお一人お一人の成績データをね担任講師が分析管理してその時々の有効なご提案をしていくために受講生カルテっていうのを作成しております、まあ、これも個別指導に強いレックならでは。これはあのこれののカルテの中に その受講生の方のね得意科目、不得意科目、学習の進捗状況、模擬試験の第1回の成績、第2回の成績、えー、これを受講生の皆さんとの対話の中で日々改善さしていきます。これがあのカルテです。総合職担当している講師が各校舎に複数いますから、こうやって今回、えー、模擬試験第1回の成績がかんばしくなかったので、えー、次までにこれからこういうことをやっていただくようお願いした。 って言ったら次にそれをやってきたんですけれども今度はこういう点が弱いということが分かったって情報を共有していてだからこそ効果的な提案ができていくわけですよねはい、えー、まあ以上のようにレッグのサポートはトータルサポートと個別フォローがウイです皆さんもレッグの総合職コースを利用し ぜひともですね英館を各種なものにしていってくださいはいそれでは、えー、長い間ご視聴いただきましてありがとうございましたでこれで、えー、2021年度向けの国家総合宿主権の全貌解明、えー、ガイダンスを終了させていただきますはいどうもお疲れ様でした